どうもマフラです。キャンドルカービングしていきたいと思います。今回はこの楕円の形にキャンドル作ったんで、これ削っていきたいと思います。まあそうですね、とりあえずは練習いろいろと、まだまだその綺麗にできないのがいっぱいあるんで、それの練習でいろいろ作っていこうかなと思います。こいつはそうですね、クルリンレースの練習にしますか。だからそのクルリンレースだけをずっとしていくみたいな感じで、本当に練習の作品を作っていこうかと思います。まあそれ一つの練習だけど、それでもまあある程度デザインになるような感じに削れたらいいなと、ところかな。まあできるかどうかわからんけど、とりあえずやっていきますか。でクルリンだから、とりあえずまず V の字カットにするか。ここまず一応印当たりをつけとくか。ここら辺が真ん中ら辺ぐらいかな。クルリンレースどんなのかって言ったら、こういう風な感じ。レース作りながらクルリンってここ抜くみたいな感じね。このね、レースはまだいいんだけど、この抜くのがね、綺麗にちょっとまだできないんだよね。あの均一な大きさにね。抜く自体はこれ普通に円錐削るみたいな感じなんだけど、まあ大きさがさ、ちょっとね、まだ綺麗に、要は右からやるのと右側からと左側からで、ちょっとこの力の入れ具合がちょっと違うから。これはまあ比較的まだ綺麗にできた方かな。これね、ここのくるっとしたのを綺麗に、下の面取りとかがなかなかうまくいかなかったりすることが多いんだけど、これは比較的綺麗にいったね。じゃあこのこれをずっとここにいっぱい作っていこうか。やっぱり単純にこのレースのクルリンだけ作るよりも、なんかのデザインがあってやった方がやりやすいな。やっぱり感覚がね、そのわからんくなるよな、やっぱりな。だからこういう風に、例えばハートとか作っとけば、これの下にっていう感じでイメージが湧きやすいからね。とりあえずやっぱりクルリンレースだけだとちょっとしんどいな。おう、こんな感じで結構いい感じにできてきてんじゃない。
だいたいなんとなくその刃を入れる角度とか深さとかが分かるようになってきたかな。これ以上入れると、あ、ちょっと輪っかが、この輪っかが切れるなとか言われとかがなんとなく分かり出してきたかなって感じですね。まあやっぱこう何回も何回も同じようなことやっていかんと覚えんよね、当然だけど。しかも独学でやってるわけだしな。でも独学でここまでできるようになったって結構すごいんじゃね。実際そのね、お手本の動画見ながらはやってるんだけど、詳しいところまではちょっと見れんからね。こういう風になってんのかなと思いながら、想像しながらやってるんだけど、なかなかやっぱ難しいわな。何が難しいって、その刃を入れる深さと角度と、それそこら辺が分かんないよね。よし、完成。とりあえずまあクルリンレースの練習ですね。本当は全部クルリンレースだけでデザインしたかったんだけど、ちょっと難しかったから、真ん中にハートつけたりとかね、雫作ったりとかしてみましたけど、でやっぱ、まあだいぶ慣れてきたかな。やっぱり深さ、この刃を入れる深さと角度がどれぐらいでこの輪っかが切れないかっていうのがだいたい分かるようになってきたんで、まあこれからも継続的にいろいろ練習していきたいと思います。特にこのね、クルリンはね、この穴の大きさを均一にするのが難しいんだよね。まあとりあえずこんな感じになりました。